動画解放軍楽しいレビューですね。今日は、これソフトバンク。これ別にソフトバンクに何も用事なかったんですけど、あるもの配ってたからもらいましたね。まあ、中何が入ってるか、いろいろ最新のパンフレットとか入ってますね。スマート値引きとか。まあ、あと、なんだ、なんだこれ、うめえ話。スマホと光繋げると、光っていうかうちのネット繋げる、ネットを関連付けると、いろいろ安くなる。それとアンドロイドのステッカー。なんかこれ嬉しいですね。 別に私アンドロイド持ってないですけど。それと、これですね。腰光。ダジャレですよね。ソフトバンクこういうの作ってるんですよね。あの、グッズみたいなの。ただ私一回ももらったことないですね。携帯では更新しても何か事務手続きしに行ってもくれなかった。でもこれ言えばくれるみたいですね。別に用事がなくても。まあお父さん犬とか大きいのはちょっとわからないですけど。まあこれ食べてみます。レンジ2分か。加熱していきましょう。 東洋水産非売品みたいですね。まあそうですよね。別にソフトバンクがあんなもん作るわけじゃないですから。まあどこかで作ったもの、もう既存にあるものに対して貼ってるだけ。それだけだと思いますからね。まあそソフトバンクっていうとなんか色々物を配ってるってイメージありませんなんかラーメンとかありますよね。愛の皆さんどう思いますか色々物を配ってるの。あの私、ああやって物配るぐらいだったら既存顧客、そっちの方の値引きとか、 その人に何かあげる。そっちの方がいいのかなって、そう考えてますね。まあ、ただ、その話すると、まあ私の周りだと、いや、お金使った人だけになんか記念グッズあげる。そういうのはよろしくないんじゃないかっていう人もいますね。あの記念グッズとかはみんなに平等にあげるべきだ。っていうことある。例えば鉄道とかのなんか、 記念グッズとか、そういうものを、あの、全然鉄道を利用してない人にあげるんじゃなくて、ガンガン利用してる人、そういう人に配ったらいいんじゃないかって、そういうふうに言うと、まあお、金お金持ってる人が強いのかみたいな。そういうのはやめた方がいいってことを言うんだけど、どうなのかな携帯電話とか、そういうサービスとかでも、あの、自分のその通話量とか、基本量が下がる。そっちよ、そっちとか、 使えば使うほど基本量が下がる。そういうシステムを提供するより、やっぱしみんな電話使ってる人も使ってない人も、ドコモのユーザーとか AU のユーザーとか、平等に、このお父さん券とか、さっきのコシヒカリみたいなもの、そういうものを配った方がいいのか。どっち、温めてきましたこれレンジで温めると本当と熱いんですよね。結構熱い。この熱、あっち、あっち。この熱さはやめてほしいですよね。 あの、レンジの温めの嫌なの、嫌なところ。強烈に温められるところなんですよね。強烈ですよね。このレンジの熱さ。半端じゃない熱さですからね。電子レンジンすごいですよね。こんな感じ。じゃあちょっと食べてみましょう。ちょっと食べてみましょう。うん、美味しい。美味しいですね、こういうご飯。私なかなか食べたことないんですけど。やっぱし、家で炊くご飯より美味しいのかな 大きな釜とかを使うから。実はカレーかけました。カレーと美味しいご飯っていいですよね。家で炊くご飯よりいいですね。完全ダジャレのコシヒカリですけど、まあ、もらえる機会があれば貰ってみてください。コシヒカリ終わってるかもしれないですけど、あの他色々キャンペーンあると思いますから、その時は声かけてみてください。もらえるかもしれないです。